中村勘九郎ではありません。中村中蔵役の藤原竜也です。皆さんこんにちは。終演後は演出の蓬莱竜太さんと私藤原によるアフタートークショーがございます。終わってすぐに帰らないように、していてください。私藤原はもしかすると疲れていたらそのままちょっと帰ってしまう、可能性もあるので、その時はごめんなさい。皆様どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。いやいや怒っていいんだ。ピエン、お願いします。よろしくお願いします。いきます。よろしくお願いします。行ってきます。いざ役者人生の終わりに人狂いしてみそうぞ。團十郎の真骨頂といえば何でしょうね。それは荒事だろ。その通り。俺の差が面白い芝居するために出世が必要なら俳優がりゃいい。死の頃考えた。役者は演じてなんぼだぜ。ゆっくりご覧ください。びっくり、衝撃的。お願いします。よろしくお願いします。そうですね、今回は本当にやはりどっちに転ぶか分からなかったので、自分の中でこう日々こういう光景をですかね、お客さんにこう今の芝居をこうどう見られているのかっていうのをなんか意識しながら、こっちじゃないのかな、あっちかな、じゃあこうまた戻してみようかなとか、我々いろいろ試していくんですけども、それで作品で作っていくんですけど、いろいろやってた感じですかね、はい、シーンが多い芝居なんですけど、その台本で最初もらった時にそのシーン割りが全部暗転暗転暗転って書いてあったんで、いやこれはちょっと難しいシナっていう暗転にするのはっていうのがあって、なんかそれがどういうふうに演劇にするか、暗転なしでバーッといくかっていうことが一番最初のなんか壁というかテーマになったなっていうのはあったので、まあだからすごく難しいですね。だから歌舞伎の世界、それからそのテレビドラマでやったもの、それをまた演劇にするっていうこの、作業っていうのは、まあなかなか頭を悩ましたところではあったし、まあ、一番そこがこの今回やるテーマでもあったというか、なんでこれ演劇でどう見せるかっていうのは、まあ、夏役の筆頭に考えたことではありましたし、まあこれもこういう芝居なんでね、中蔵の今日まさに皆さんにこう見ていただいた通りなんですけども、やはり皆さんがいて我々こう演劇が成立していくものなんですけれども、本当に、まだ中蔵こう続いていきますけれども、本当に、お客さんに、いいものをよりいいものをこう見せていけるように、まだまだこう頑張って中蔵いい舞台にしていきたいと思いますので、また演劇劇場に足を運んでくださるように、我々精一杯ですね頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。